初代アーチャー男爵、トマス・アーチャーは、グレート・ブリテン王国の政治家、貴族、ホイック等に所属し、1735年から1747年まで、庶民院議員を務めた。弟に、庶民院議員ヘンリー・アーチャーがいる。アンドルー・アーチャーと、妻・エリザベス、サー・サミュエル・ダッシュ・ウッドの娘の長男として、1695年7月21日に、 ウォリックシャーのノールで生まれた。弟に、庶民院議員ヘンリー・アーチャーがいる。1712年7月25日、オックスフォード大学トリニティ・カレッジに入学した。1726年8月11日、キャサリン・ティッピングと結婚、一男二女を設けた。キャサリンは裕福な相続人であり、アーチャーはこの資金を元手に、議会選挙への影響力を得た。 1734年イギリス総選挙で弟と共にウォリック選挙区から出馬、それぞれ228票と219票で、トーリー党候補に敗れたが、選挙申し立ての末、1735年2月にアーチャー兄弟の逆転当選が宣告された。議会では、首相ロバート・ウォルポールを支持し、1741年、イギリス総選挙でブランバー選挙区に倶えして、 無投票で再選した。ブランバー選挙区は、初代順弾シャクサーヘンリー・ゴフが掌握していたが、ゴフは1741年の総選挙で議席をアーチャーに譲り、以降アーチャーは、ブランバー選挙区の2議席を咀嚼した。アーチャーは同年末までに、ウォルポールを見捨てて野党に転じたが、1742年初に、ウォルポール内閣が崩壊すると与党に転じた。 1741年12月31日に父が死去すると、その遺産を継承した。アーチャー家が所有したアンバースレードホール、2007年、撮影。1747年イギリス総選挙で政府に、ブランバー選挙区の2議席を指名させ、自身が庶民委員議員を退任する代償として、同年7月14日に、グレートブリテン貴族であるウォーリック社における、 アンバースレードのアーチャー男爵に除された。ブランバー選挙区とオリックス選挙区の他には、コベントリー選挙区でも一議席への影響力を有した。1750年3月から1753年5月まで、フリントシャー首席治安判事を務め、1757年にコベントリー市裁判所判事を務めた。1768年10月19日に、ピアゴで死去。 11月3日にタンワースで埋葬された、息子アンドリューが借位を継承した。ありがとうございます。